与那賀くんから山下くんに、山下くんはどうやってその可愛さをキープしてるんですか。もうよくないですか。呼びたかったよ、こういうの。もうよくないですか。こういうの呼びたかったけど。じゃあそれだけ、それだけ教えて。出た出た。時間なんだよ、じゃあこれだけ教えて。いやいやいや、どうやってキープしてるの。なんでそんな真顔で言ってくるんですか。思ったけど、これ楽屋トークだよね。そうだね。とりあえず前だよ。だって可愛いんだからしょうがないじゃんね。そう、可愛いんだもんな。そんなことないよ。終了。なんで変なおじさんなの。どうしたの今。わかんないよ。今の何。わかんない。今浮かんだら。なんで見ないで。ちょっと。おい。どうしたなんだその自分がちょっとやりたいやつだけど前に出るの。だってなんか可愛さで変なおじさんやる、ね。じゃあどんな動きでしたっけ。そんなことないよ、そんなことない、ないそんなことないよ、ないよ。めっちゃ鳥さんのノリノリじゃないですか。あんた上手すぎるんだよ。うまい、キレが、あんた上手すぎるんだよ。年季が入ってんだよ。いつもなんかイベント低血圧のくせにやりたいやつだけ前でできやる。先輩の動きちょっと研ぎ澄まされすぎてるんでちょっとやめてください。随分ね、随分やり続けてきた動きで。やめなさい。さっきまで疲れてたのに。教えてんの。変な鳥さんはいいから。変な鳥さんだから。変な鳥さんだから。そうです、私が変な鳥さん。それさ、見渡せば七つの星々たち、点と点をつなげば共にある夜空に印す光。